セントラルスポーツ株式会社は東京都中央区に本社を置くスポーツクラブなどを運営する企業である。運営するスポーツクラブは2012年3月末時点で全国に155店舗ある。創業者、後藤忠春1964年東京オリンピック水泳代表選手であった後藤忠治を中心に体操選手の小野隆史、小野清子、遠藤幸雄らが参画して 世界に通用する水泳と体操の選手づくりを目的として設立された、初期スイミングスクールを初めてビジネスとして成功させた企業でもある。現在でも創業の中心を担った後藤忠春が代表取締役会長を務めており、また株式の面でも後藤家の資産管理、投資会社であるセントラルトラスト社が 発行済み株式の28%帳を保有する筆頭株主となっている。スポーツクラブの設備はプール、ジム、スタジオを中心に店舗により各種のものがある。平山美雪き2008年にホリプロと共同でスポドルと呼ばれるフィットネスタレントのオーディションを実施した。ただし現段階ではその1回だけで第2回実施の見通しは立っていない。 ありがとうございます。